い、どうも皆さんこんにちは、太郎でございます。よろしくお願いいたします。いやもう日中太陽出てる時めっちゃ暑いじゃん。今日もね汗すっごいかいちゃって、いかがお過ごしでございましょうかやっていきたいと思う。ちょっと暑いね、ちょ本当に暑くてもう怪我ってるわっていうぐらい、今日のテーマ熱いってことでですね、今回ですね、その常識間違ってます7選ということでお送りしたいと思います。よろしくお願いいたします。まあ常識ってね、まあ皆さんあると思うんですよ。常識にとらわれつつ、まあ常識ってやっぱ大事なね、一般教養とかって言われたりするかもしれないけど、その常識にとらわれてませんかと、実はそんなことないんだよみたいなことを7選集めてくださってるサイトがあったので、それを今回皆さんと一緒に共有していきたいなということでございますので、よろしくお願いいたします。まあ今日久しぶりにねこう動画撮ってるんですよ。最近結構コンスタントに上げれてるかなっていうところなんですけど、意外と4月まだ寒いんだよね。そうそうそう、まあ入学されたりね、入社されたりね、退学されたりね、退社されたりね、いろんな人いると思いますけどね、まあいろんな常識取られちゃいけないぞっていうところで一個ずつ見ていきたいと思います。1つ目、3年は続けろ。今から言うのが間違ってるってことだね。だから3年は続けろ、これは間違ってるってことです。なぜか読んでいきましょう。自分が合わないと思う場所でも3年は働かないといけないと言われていますが、はっきり言って時間の無駄ですとのことでございます。ちょっとね、今外工事してまして、なかなかちょガンガンガンとかね、ドドドドドとかいうことはあるかもしれませんけど、多分大丈夫だと思います。本当にね、これはね、皆さん陰謀じゃない、陰謀まで言わない、ほんとクソみたいな、転職コンサルっていう人が世の中にはいるんですよ。ここ何かって言ったら、ビズリーチとかさ、リクルートダイレクトスカウト、ポポピルみたいな感じでよく CM とかでやってるでしょ。あれ何かっていうと、大した能力のない人たちなんだけど、まあでもその会社で正当な評価を受けてないって自分では思ってて、自分はちゃんとでもっとできるやつだって思って、これこういう痛いやつ、こういう痛いやつをどうにか別の会社に転職させるための人たちが世の中にはいるわけなんですよ。それを全然一般の人だったら知らないと思うんですよ。なんで僕そんなことしてるのかって言ったら、僕はそういう人とちょっと関わりがあったからなんです。転職コンサル、もうコンサルなんですよ完全に。だからその人が儲けてるわけ。じゃあ誰からお金取ってんのって、基本的にはその転職した会社の人からだいたい給料、まあ昔だったら給料の3分の1、今はもっと少なくなってるかもしれないけど、年収の3分の1とか、まあ、5分の1程度をそのコンサルが受け取るわけ。年収500万で、まあ500万は多いよね。だから年収じゃ400万、300万で転職しましたってなったら100万弱を転職コンサルが受け取るんだけど、その条件として昔は3年間働いたらっていうのがあったわけ。だから、その転職コンサルからしたら、その3年間働いてからお金がもらえるわけだから、その3年間はその転職した人に働いてもらわないといけない。石の上には3年と、石の上にもか。僕は今、ヨギボーの上ですけど。石の上にも3年とかさ、こじつけてとにかく見ろよ。なんでかって言ったら、いや、そこで頑張んなきゃいけないんだよとか、ね、経歴に傷がつくとかね、その転職が繰り返せたら良くないとかいろいろ言いつつ、いやいや、そんなことないんです。転職コンサルが儲けるために3年ぐらいは働いてくれってことでなったんだよね。そう。で、まあそれは別にそんなことは何も書いてないんだけど、基本的にそうです。はい。だから本当にひどい会社、ブラック企業とか、パワハラがすごい、セクハラがすごいとか、なんかそういう、誰がどう見てもっていうのがあったら3年なんか全然我慢する必要ないし、1年とかね、それもよりもっと早く辞めてもいいと思います。僕は、1年ぐらいで辞めました。辞めたというか辞めさせられました。はい、そんな感じでございます。例えばまあこれまあすごいマウントみたいになっちゃうけど、まあマウントなんだけど、マウントかいっつマウント富士 is the tallest mountain in Japan みたいな。何の話ちょっとこれ飲まして。皆さんも乾杯しましょう。だいたいこれあげるのが19時とか18時ぐらいだから、お仕事お疲れ様とかさ、明日頑張っていこうみたいな感じで、じゃあ乾杯しましょう皆さん。はい、お疲れ様でした。大丈夫です。これはノンアルコールでございます。いやさ、こっちの話をしてもしょうがないんだけど、させてよろしくお願いいたします。ね、こう動画撮るにあたって、まあ、こう髪も今セットしたわけですよ。服も着替えてさ、カメラセットして、照明セットして、台本っていうか、まあこれ準備して、なんかわけのわかんない桜持ってきて、これ別に切ったんじゃないですかね。これ去年イケアに売ってました。まあ、今年も売ってると思います。はい、とかさ、いろいろやってても、準備に1時間弱かかっちゃって、いやもう何やそんな準備してんのって、意外と疲れるんだよね準備ってね。そう、なんかこれやってこれやってとかって言ったら、ちょっと僕も体力が少しもうふーんってなってるんだよね。この話落ちがないよ。でね、こう動画を作るにあたってですけど、まあこう何本も動画を上げていってると、大体傾向、まあ傾向まだ掴めてないところもあるんだけど、結構15分超える動画だとやっぱ再生数落ちるのかなって。まあ自分もこう YouTube じゃ何見ようってなった時に、30分とか20分とかってある動画より例えば10分ぐらいとかの動画を押しやすいよね、そっちの方が。っていうので、まあ僕もね、その10分ぐらいの動画言うたら、まあまだ僕収益が全然できてないですけど、8分以上だっけ、8分9分以上長ければ広告も全然つくから、そういうところでまあ8分9分ぐらいの動画が YouTube で多いのかなと思うけど、まあ、僕8分じゃ止まらないってことで、まあ
まあお暇な時とかね、まあ多分帰り道とか電車で30分ぐらいちょっと今から乗るぞみたいな時はちょっとゆっくり見ていただければなと思います。はい、ということで次行きたいと思います。その常識間違ってます。7選、2つ目、1日3食が健康。もうこれは間違ってるあらしいね。僕あ先読みましょう。僕じゃねえんだよ、先読めっつって。はい、読みます。必ずしも3食が健康とは限りません。空腹の方が集中力が高いですし、他にもメリットがたくさんあります。そうだね、空腹っていいらしいね。ちょっとまだ食べたいとかって、その人間の本能的にやばいってなったら、このなんか、ね、脂肪を燃焼するのが早くなったりとかってよく言うね。そうそうは知らないよ、その誰かそう言ってるのか分かんないけど、なんかそういうのネットでよく見ますよね。うん、で僕はね、その1日3食って良くないと思ってて、例えば赤ちゃんだったら飲みたくなったら飲む、逆に飲みたくなかったら飲まないだし、野生の動物とかもさ、あーもう9時だからお腹空いてないけどご飯食べるかとか絶対なんないじゃん。絶対なんないじゃん。ライオンがガウーとか言ってパッとこう時計見てね、あーもう夕方6時過ぎてるじゃん、ちょっとサバンナ行ってくるわ、ガルルルルとかなんないでしょ。なんないからまず時計つけないしね、ライオン。まあそんな感じなんだけど、1日3食っていうのはあんま良くない、誰が考えたんだろうね。もともと朝昼晩食べなきゃいけない。で、その朝昼晩も朝いっぱい食べて昼少なめで夜はもうほんの少しだけっていう人もいれば、まあそれがいいって本当に言ってる人もいれば、いやもう3食なんかいらないんだよって、もうお腹空いたら食べればいいとか、朝だけ一生懸命食べておいてとか、いろんなこと言ってる人いると思うけど、まあ自分が合うのは何なんだろうなっていうのでやってもらえばいいと思います。僕はね、まあ一時期すごい太ってて、まあちょっとシュッとしたよね。多分ちょっとシュッとしたと思うんだけど、まあそれでもまだ全然ね、78とかかな。全然シュッとしてない。全然シュッとしてない。びっくりした。自分で言っててちょっとシュッとしたんだけど、全然シュッとしてなかった僕にハッとしてグッと田原総一郎、田原総一郎だっけ、田原総一郎、あれ朝まで黙ってるみたいな。ハッとしてギュッとしてハッと目覚める恋だから、ふっとした瞬間の君は天使さ。ジャニーさんって感じなんだけど、ジャニーさんやばいらしいね。BBC にさ、取り上げられてさ、ちょっと前から見たけどさ、BBC ってすごいあの NHK よりみたいな、世界版みたいなすごいメディアが、そのジャニーさんの、それを特集したんだって。今日の特集、エブリー強これみたいな、強これレベルじゃないよ。もうほんと、その、すごいレベルで特集して、いろんなジャニーズジュニアとか、そういう人、あ、僕もジャニーズジュニアだったりするんだけどね。小僧さん。ね、いろいろやったらしいんだけど、そのジャニーズジュニアの回答としては、今回のことに関しては、答えないって言ったのかな。まあ一応返答はしてんだよね。だけど、こういう疑義っていうか、まあこういう取材があって、こういう問い合わせがあったことについては、何、ガバナンスがどうだろうこうだろうとかさ、社会的なその役割としてとか、なんとかかんとかとか、ゴニゴニ言って、今後もね、ジャニーズの、まあジャニーさんが亡くなったその後の体制をちゃんと構築していきたいとは思ってます、みたいなことを書いてあって、で、それに対して BBC は、その日本はどうなんだみたいな。まあネットの人たちもそうなんだけど、それを今まで共有してた日本人は何なんだみたいな。だってみんな知ってるじゃん。ジャニーさんが、そういうコニョコニョやってるのも知ってるわけじゃん。で、実際に有罪になってるからね、あの人。そう、実際有罪になったりもしてるんだけど、別に、それに対して、どうも思わないでしょ。僕はどうも思わない。で、多分お茶の間の皆さんで久しぶりに聞いたけど、その、こう YouTube 見てるあなたも多分どうでもいいでしょ。別にどうでもいいでしょ。なぜなら多分関わらなさすぎるからっていうのがあると思う。んですよ。で、僕実際ジャニーさんと喋ったりいろいろあって、もしじゃあデビューさせてくれるから俺のセクシーゾーンコニョコニョになった時に全然おいっすおいっすってなるよ。多分俺なるし、それが嫌だと思わないかな、僕はね。うん、っていう言ってたんだ。同じ人が元ジャニーズジュニアで実際そういうことになったと。でもジャニーさんのことじゃ嫌なんですかって聞いたら、いや全然嫌じゃないよ、本当今でもすごい尊敬してるし感謝してるとかって。じゃあそれはなんでって言ったら、圧倒的な権力がそっちにある時にっていう、ある、あ、いわゆるそういうのあるでしょ。だからそれが問題だとかって言ってるけど、まあでもしょうがないよね、全然いいと思うし。だってぶっちゃけみんなね、こういうのちょん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 してるから、デビューある意味デビューしてるからデビューしてるわけで、まあ僕なんてそんな声すらかからなかった人とかだから、別に大して何の問題があるのかなと思うんだよね。まあでも社会的には問題なんだろうけど、社会とか世界的にはとか、まあ流れ的には良くないのかもしれないけど、そのくせさ、もういいとかさ、もう認めろとかって言うじゃん。ね、よくわかんない。まあその小児、何その、ちっちゃい子だからダメとかっていう感じなんだけど、こういう話題って YouTube ほんと嫌いらしいから、次に行きたいと思います。あ、言っちゃった。こう止まんなかった。はい、次行きましょう。その常識間違ってます。7選3つ目。高いものはいい。お、これは間違ってると。まあ、世の中でね、あ、まあ、読みましょう。世の中でね、じゃね、先読めて。はい、読みます。はい、行きますよ。コスパを大切にしてください。品質と価格が見合ってない時があります。まあ、高級品とか
って言ったらあれだけど、確かにコスパ僕一番好きなんですよ。コスパがいいって僕ほんと好きで、逆にコスパが悪いがすごい嫌で、例えばなんだろうな、例えば自分が満足してたらちょっと高くてもいいっていうのもあるじゃん。例えばじゃあセブンのコーヒーとかセブンのカフェラテって200円しないぐらいで多分L が飲めるよねってなった時に、あれで僕にとってはコスパめちゃめちゃいいんですよ。スタバと比べたらっていうのもあるし、全然スタバと同じぐらい美味しいと思うんですよ僕はね。そう、コーヒーの味なんて全然わかんないから、僕苦ければコーヒーだから基本的に、おう、あの頃のほろ苦い思い出はコーヒーかな、違う、それは甘い思い出や。最近ね、もう僕もこう YouTube 上げて、自分で言うのもなんだけど、まあそこそこ喋ってんじゃね、頑張って。エッサ王者、もう僕も今背中に汗かきながらね、もうカチコチ山のタヌキさん並みに汗かいてますよ。カチコチの山のタヌキさんが汗かいてるかどうか知らないけど、こういう動画であんまりないかなと、まあ YouTube においてね。うん、で思ってて、まあじゃあ、例えばじゃあマイクが悪いのかとかね、こんな桜じゃなくて、一個ずつこの過剰書きにしろとか前も言ったけど、とかなんかいろいろ改善点はある。改善点はあるけど、まあそれでもまあ頑張ってる方なのかなとかって思ったりするんだけど、まあ伸びないんだな、これが。どっかで一回パッとバズれば、ね、ガガガッといくかもしれないけど、そんなこのバズりはもうあったんですよ。ついにですね、AB 型の特徴7000かなんかの昔一回バズってる、1000回いった2000回いった、プピルとかって言ったやつが、なんと1万回いきました。ありがとうございます。もうこれはですね、一人に皆様のおかげでございます。まあ皆様以外の方もね、ちょっと見てるとか人もいると思いますけど、そういう方全員のおかげでございましてですね、普段からこう支えてくださってる皆様、支えてくれてる人多分いないと思いますけど、たまに見てくださってる人たちがね、何回かちょくちょく見てくれたり、新しく見てくれたりっていうので、一応1万回ってやばくない？俺のあの津軽海峡冬景色とかいうクソつまんねえネタが1万回いったんで、あれネタじゃねえけどな、ネタじゃないけどねっていうレベルのクソみたいな動画が1万回回ったわけで、今僕登録者100人123人とか124人とかなんですよ。で昨日1人また消えましてディスピアしまして、今のとこ3人なんですね。もうちょっと増えてくれれば嬉しいなって感じなんだけど、100人弱としようよ、100人強としよう。で1万回って言ったら100倍じゃんってことはだよ、これなかなかすごいんだよ。100万人登録してる人がいたら100万1000万1億回100万人登録者がいる人で1億回再生されてる動画多分あんまないよね。例えば1000万人登録してる人の100倍って何って言ったら1000万1億10億か10億回とか、そういうレベルだよね。なので10億回再生されてる動画って、もう1回だけ、もう誰も絶対みんな聞いたことある MV とかさ、じゃあそのレベルですよ。そのレベルじゃない、そのレベルじゃない、いやそれ1万人だったら100万人だったらそのレベルだけど、その僕今100人だからそのレベルではないんだけど、まあ比較した時にね、そこぐらいまで結構ね、その差のある再生回数いただけたのはすごい感謝ですし、あの動画何がすごいって今もなお伸び続けてる、指数関数的にしかもっていうところがすごいんですよ。普通 YouTube の動画って上げてパンって伸びるんですよね。まあその登録、まあ数は置いといてね、大体こう、こっからこのぐらい行くんですよ、最初。グッと行く。で、もうそっからもうこんな感じなんですよ。もうずっと。うん。なんだけど、あの AB 型の動画って、こう、まあ、最初このぐらいなんだけど、もうずっとなの。もうずーっと動いて、上がってんの。あれやばいよ。あれ多分10年後に100億回行かねえよ。行かねえよ。ほんで、このぐわーってずーっと伸びてって、で、今もなの。で、今最近俺動画結構頑張って出し始めてるでしょ？ 3日に1回とか2日に1回くらい出してんの。そしたらもうね、こう、まあ、その伸びがもっとグングンって、もうクククククってなってるわけ。すげえ、多分だから1万回行ったと思うんだけど。まあ、再生数は伸びるんだけど、登録者は増えないね。あ、これはなんだよね。これはなんだね。次行きたいと思いますね。待って、高いものはいいって話してたんだけど。高いものはいそうね。セブンの話だ。セブンのあれは美味しいって話だ。いや、振り返らないで。今のこのクソ長いどうでもいい話、振り返らないでって感じだけど、そう。そんな感じだよね。どんな感じだよ。どんな感じだよ。例えば僕この服だ。この服とかも高いんですよ。あ、まあいいや、もう言わない。もうね、お金の話はお前しすぎだってもう言われたから、言わないけど、全然満足してるわけ。で、逆に、なんだっけな、最近ね、うわ、クソだけなって思ったものね、なんだっけな、忘れちゃった。次行くわ。忘れたから次に行くってね。その常識間違ってます。7000、4つ目。大企業に入れば安泰。あ、これ間違ってると。まあ、いや、これはね、まあまあ、先読んでいく。これはね、じゃないっすね。先読んでいきましょう。最近は、肩書きや企業の大きさよりも、個人のスキルが大切になっています。また、私も日本トップの大企業にいますが、安泰だとは思いません。お、なんかすんごいマウント取っとるやん。人がマウント取ってるの見るの面白いね。うん、マウント、やった。ごめん、やった。面白い。私も日本トップの大企業にいますが。面白いね。多分だけど、なんか、ヤフーとか、楽天ぐらいにいる感じがする、この人。なんか、まあいいや、どうぞいいんだけど。僕も一時期、まあ大企業とまで言わないですけど、まあそういう会社に少しだけ聞いたことありましたけど、安泰だとは思
わないというか、その安泰は安泰だと思います。いや、言うても安泰なの。そう。大企業は安泰です。絶対に。なんでかって言ったら、そこで経験できることとか、まあその他含めて、それからのキャリア形成とかってね、あんじゃん。そういうの、それはやっぱり安定だと思いますよ。その中小企業に比べたら。だから中小企業なんて、ベンチャーなんて、もう、ね、できて1年、2年の会社なんて、もう、本当に1年後どうなってるか分かんないレベルじゃん。それと比べたら、うん、大企業、わかんない。まあいろんな企業ある。東洋だから、始まり、日産、まあ日産もそうだし、日テレとかもそうだし、まあいろいろ電通とか博報堂とかいろいろあるけど、大企業、みんなが憧れる大企業、絶対、まあない、絶対はないけど、絶対、まあほぼ確実に1年後、10年後ぐらいまではあるじゃん、絶対に。で、もしなかったとしても、そっからの別の道ってどう考えてもいけるから、やっぱり大企業は安泰だと思いますよ。公務員とかもね、安泰だと思います。もちろん、なんか、どうしてもそこで、いや、その安泰は分かってるって僕も分かってたの。その安泰っていうのは分かってるし、これからもっとね、お金全然僕も必要になってくる時期だから、大事、なの分かってるけど、でもそれ以上にこっちの方が楽しいと思ってから始めちゃったんだな、これが。これが始めちゃったから戻れないんだよね。戻れないし、さあ進もうと思っても登録者増えねえんだよ、これ。皆さん登録お願いします。では次行きたいと思います。その常識間違ってます。7005つ目、人脈は多いほど幸せ。浅い人脈よりも深く濃い人脈の方を重要視することが大切です。あ、まあそうだよね。まあ人数よりも、こう、どれだけ濃い人間関係が作れるかってとこだと思いますけど、人脈って、人脈が多いほど幸せが間違ってんのか。いや、間違ってないと思うよ。多い方が幸せだと思うよ。多い方が便利かな。うん。っていうのは、その人脈って常にじゃないじゃん。そう、必要になった時に、あ、この人。あれ必要だな、この人。あれ必要だな、あの人って、できる時って思った時に、こう、普段喋んないけど、どれだけすぐこう、アポイント取れたりするかっていうのが人脈だと僕は思ってるんですよ。例えば映画撮りたいってなった時に技術さんと脚本と、まあそれを発表する場所が必要だなって、まあ大体そのくらいかなってなった時に、じゃあ発表する場所はじゃあこの人に頼めばどうにかできるかもしれないとか、技術さんはこの人にしてもらおうとか、じゃあ演者さんこの人にしてもらおうとか、脚本は あれがいいなとかって、そこで別に今まで何の関係もなかったとしても、まあ連絡先知ってるぐらい、まあメール送れば帰ってくるかなぐらいのレベルでもいいけど、そこでなんかとどめておく人間の人が多いと、やっぱりそれ強いなと思いますね。だから僕もこの脚本いいなと思った時に連絡することはできる。で、その細か続くかどうかわかんないけど、することはできるから、そういう人脈っていうのは、ね、まあ多いほどやっぱり幸せかなと思って、まあこの人とは違うかなと思いますね。はい、次行きたいと思います。その常識間違ってます。7006つ目、友達は一生友達。お、これが間違ってるそうですよ。お、そうですか。僕ね、今んとこ、まあ友達いないいないと言いながらも、まあたまに今ご飯行ったり旅行行ったりする友達はいますけども、それ以外にはいないね。だから逆にその友達が一生友達だと僕は思ってるから、それ失ったら俺もマジ一人ペッと足になっちゃいますね。読んでいきましょう。ペじゃないよ、読めっつってね。ペ40。時々会うことはいいですが、成長と同時に関わる人間も変わってきます。ずっと同じ人といるということは成長してないということです。いいえ、どうですかね。まあそういう考え方もあるだろうけど、僕、うん、まあお互いがお互い成長してったらいけると思うよ。まあ例えば同じ会社じゃなかったとしても、同じ業種じゃなかったとしても、まあ同じように働いてたらさ、話だってまあ会うところは会うでしょ。ちょっとこの月残業が忙しい日があって大変だったんだよとか、あ、俺もまあちょっと違うけどこういうことがあってさ、あ、わかるわかるとか、成長してけば成長すると思うよ。でそれで喋ればわかるじゃん。うん、でずっといるわけじゃないんだから、例えば半年に一回とかぐらい会ってちょっとお酒飲むぐらいだったら、あ、大体同じ感じで生きてるなっていうのは分かると思いますけどね。だからそういう人は友達だと思うけどね。うん。確かに変わってくる。普段いる人は変わってくると思うよ。だから高校とかだって毎日一緒にいたわけじゃん。よく俺と毎日一緒にいてくれたね。よく耐えてくれたわ、その友達は。毎日一緒にいてくれ、いた人たち、いたそういう関係からしたらやっぱ変わると思うよ。それよりは時間的に見たらやっぱり会社の人とか家族とかそういうの方が増えるから、そこはまあ、関わる人間は成長すると同時に変わるけど、まあその友達も成長したら自分も成長するなと、はい、思いますね。まあここはちょっと僕は考えが近かったなということでございました。ではラストいきたいと思います。その常識間違ってます。7007個目、結婚したら幸せ。お、これ間違ってんの。なるほど、読んでいきましょう。結婚しなくても自分がなら問題ありません。自分の人生は自分でしか歩めませんからね。まあ、自分の人生自分でしか歩めないというか、結婚に関しては、まあ、相手も歩んでくんないとね、歩めませんけどね、ってところだと思いますけど、結婚しなくても幸せな人はいると思いますけど、この人が結婚してたらいいけどね。結婚してて、そうやって言ったらまあ、いいと思う。なんか結婚してないのそれ言われたらさ、なんかいわゆるそういうこと、勉強してないのに大学行かなくていいって言ってるようなもんだなと、僕は思っちゃいますね。結婚してたら、して、まあ、例えば離婚しちゃったとか、なんて、いや、まあ、結婚は良かったよ。うん、結婚幸せだった。でも今のがやっぱり幸せだ。とかって言ってる人は、その説得力あるしと思いますけどね、うん、結婚するって言ったらもう同棲もしてるわけじゃん。多分結婚して初めて同棲はなかなかリスキーじゃん、うん、だからそん
に何結婚したからなんか変わるみたいな、結婚したからもうなんか何かがプンと変わるみたいなことはまあないとは思いますね、ということで、7個お伝えさせていただきました。その常識間違ってます7選ということでございましたけど、まあ、皆さんいかがでしたか。合ってる部分もあったと思う。その3年間いなきゃいけないというのはもちろん違うと思うし、まあ、若いうちとかだとね、やっぱりその、まあ、響くっちゃ響く。でも僕の周りでも、まあ、今2年目、今年3年目、新社会人2年目かさ、わかんないけど、まあ、そのぐらいでも普通に転職しましたとか移動とかじゃなくて、もう完全に変えましたっていう人もいますよ、うん、世間一般から見たらその人に問題があったり、いやいやそこでなんでやめたとかって言われるかもしれない、その人だけど、まあ、その人からしたらそれが全然ね納得してるだろうし、そこからまた新しい道全然行けるしっていう、納得してればいいなと思います。僕もですね YouTuber に転職しましたから皆さんぜひとも周りの人に、あ、なんかよく喋ってるやつがいるから暇な時聞いてあげてみたいな感じで拡散していただければな。お、こいつチャンネル登録じゃだけじゃなくて拡散まで求めてきたぞ、お、なんだこいつって思った方はぜひとも高評価をお願いいたします。ということで最後までご視聴いただいてありがとうございました。次の動画でまたお会いいたしましょう。失礼します。ありがとうございました。